はい、こんにちは、ヒコサイモンでございます。今日の日本ウォッチで、日本に長く住んだアメリカ人がアメリカに戻ったら日本の文化の影響を受けて、どう感覚が変わったかと伝えたブログでかなり同感できるから、でこれを見てやっぱりこれが日本の文化の特徴でもあるところで分かると気がして紹介したいと思います。さあ、この長く日本に住んだアメリカ人はどういうところが変わったかというと、その第一はやっぱり家の中で靴を履かなくなった。もう自分でもね、育てて全然なんか外と中、まあ、一応なんか家入るときには靴の下を拭くくらいはしたけど、日本に来るとやっぱ日本人と同じようなちょっと神経質に、まあ、まるでうんことかバイキン持って入ってるような感覚になってしまって、他の人も逆に入って家に入ったらもうそれが気持ち悪くなったんですよね。だから海外戻ってもやっぱり靴をしっかり脱ぐようにやっぱり誰でもなりますね。それが一つ。第二ってしてきたのは人前で裸になること。これはね、厳密には人前で平気で裸になるようになって、それ日本の文化かということじゃなくて、そもそもそういう西洋の文化では、まあヨーロッパはちょっと違うかもしれないけど、フランスのビーチとかでも一般としては温泉みたいなところで裸の交流できることはあまりできないから、そういう意味で人前の感覚として、で僕は逆に確かにね、初めて温泉慣れてきたら、もう僕はなんか例えばサーフィン行くとき、高速道路のそばでも平気で着替えれるようになって、はっきり言って温泉と温泉の外あまり区別がつかなくなった。困ったことですかもしれない。まあ、とにかく、はい、確かに、その前には絶対に温泉でも、もう、万が一、スイミングプールの着替えのところでは少し裸になるけど、そのプールが裸で入ることはもうできなかったけど、それ確かにできるようになりました。第3のこと、第3は、遅刻することはなくなった。で、僕はまあ、なくなったかというと、まあ、でもとにかく、まあ、どっかに何時までになくちゃいけないと、もうその時間は確かに自分がしっかりキープする。なぜかというと、日本人周りの人みんな確かに時間よくキープするし、もう電車とか言い訳もないし、まあ、確かに待たせてると、もう失礼なこと、自分も待たされるのも、どんどんそういう日本人に合わせて、間に合うように変わったら、でそれは確かにニュージーランドとかで、あとフランスのこれも多くて、平気で30分でも遅れてきて、何の、なんか、挨拶もお詫びも何も言ってこないんだけど、待ってる自分も腹立って、それで確かに海外行っても結構時間キープしているのに、やっぱりみんな歩いてくるとか運転してくるとかって結構時間がいい加減で、確かにそういうところが僕日本に来て変わってきたって、このアメリカ人の人もそうだったらしい。第4、このアメリカ人も僕とちょっと違うところだけど、この椅子付きのテーブル座るのやめたと、もうそういうちゃぶ台みたいな、なんかもうこたつとかで下敷きのテーブルで床に座ることの習慣がついた。それちょっと正直僕は驚きで、僕は日本16年でも、どうしてもしゃがんだり、そういう下に座ること、僕の足がどうしても慣れないから、それ僕はそうでもない。僕はやっぱ自分の家ではまだしっかりソファとかテーブル座るけど、このアメリカ人の人は、やっぱ生活的に、で確かに日本最初来たら、こたつ買って帰ったから、まあいいとは思った部分はあったんだけど、でもやっぱり、僕はそういうところ変わってないけど、このアメリカ人そういうところ変わったと言ってます。もう第5のところは、そこまでに英語では、まあなんていうの、swearing っていう、こんちきしょうとかっていうところでは、こんちきしょうとかって、僕は日本に来てびっくりしたのは、なんか子供番組でも放送してるんですね。クソーとかって、クソーっていうか、ちきしょうとかって英訳直接英訳したら、まあ、shit と fuck、なんか言っちゃいけない言葉になるんだけど、日本語的には別に子供でも言っていいことだから、まあ、ちきしょうはちょっと微妙かもしれないけど、それでも僕は子供番組でも見たことあるから、やっぱり言っちゃいけないタブー言葉はちょっと違うところにあるんですよね。つまり、本当なんかそういう汚い言葉なんかすごい表現したいときには、海外行くと日本人もスッキリできる言葉がないとかって言いますよね。英語ではもう、チェーとかファークとかというと、そもそも自分がすごい言っちゃいけないことを言ってる上で、もう叫んで言ってるから、もうすごいスッキリ感がある程度あるんだけど、叱られる面もあるんだけど、日本語では別に言って、その言葉はまあ普通ではないけど、でも言っていいから、そういうことはない。で、このアメリカ人の人は、その、swearing とかの、変わる言葉、日本語そもそもないから、自分もあまり使わなくなった。僕はどうかな僕はまだ使うんだよね。使うけど、でも確かに、そもそも日本語ってそういう言葉あまりないし、そういう人指摘の、たまにラグビー試合でなんか何やってんのこの野郎とかって言うけど、
でもこの世でもなんか英語に直訳したらそんなならないから、確かに頭の中ではそういう言葉使わずに済むようになるんだよね。第6って、これは多分大都会のことだと思うんだけど、知らない他人に挨拶しなくなる。ニュージーランドとかオーストラリアとかでは、もう結構街的に、特にオーストラリアでは人すごい親しくて、知らない人でも平気で挨拶する。これ確かに、日本の地方でもそうだと思うんだけどね、九州とか佐賀とか行ったら結構みんな、特に外人だとみんな挨拶してくるんだけど、でもやっぱ東京には、もう、そう、知らない人挨拶したらもう倒れるんですよね、30分ぐらいで。人多すぎて。いや、やっぱ対応しきれないからしないと思うんだけど、でもそうやって、冷たく感じてくるって、これ多分ね、外国人だけじゃなくて地方から来る人って多分同じ感覚で、僕外国人としても地方から来た人としても多分ね、知らない人挨拶しなくなることは確かに、どっちかというと日本の影響か、これ多分東京の影響じゃないかと思いますね。7第7は、人はアメリカとかオーストラリア、ニュージーランドもそうだけど、買い物するときには全部なんかビニ袋になんかそういう積んでくれるって、日本では普通自分で物を入れるんじゃないですか。そういうところやっぱりお金もですね、なんかお金は日本ではそういう小銭のトレイの中に入れたりするけど、オーストラリア、アメリカとかではそういうものは普通ないから直接は渡すんですよね。だからその習慣もね、なくなって、で確かに、まあ普通自分で入れるの確かに慣れちゃうんですよね、日本で。僕は海外初めて混乱したらもう逆交通ショックって結構混乱しました。で、第8は、僕も同感してるって一番ショック受けた。これもまたでも、これは日本じゃなくて東京のことだと思うんだけど、運転をしなくなった。まあやっぱ東京では結構歩くし、電車もすごいしっかりしてるから、まあよくね、僕はニュージーランドでは運転できる年、15歳から運転できる。で、ニュージーランドやっぱもう全部北海道みたい、日本の広さで環境的に北海道みたいからみんな車持って、僕15歳からでも車持って、結構暴走したり、ラリーも大好きで、日本に来たらスバルインプレザー絶対 STI とか買おうと思ったら、やっぱ東京来たら車持つの結構高いし、めんどくさいし、渋滞入ったら全然楽しくないし、できるだけ電車とか、そういうこと使うし、あと街には結構歩くようになるから、そういう意味でも確かに車社会のニュージーランドとかオーストラリアとか、ほとんどの人はアメリカだけど、車確かに使う感覚がちょっと薄くなってくるのはよくわかる。はい、さあどうでしょう？これ指摘はこの人は日本の特徴だと言ったんだけど、本当に日本なのかな？これはやっぱ、東京の特徴な気がする部分もあるんですけど、でもやっぱこれは日本でも逆に定義できるものなのか、これやっぱ逆に言うとこれはアメリカ人だからって他の国そうでもないってどう思いますか？自分にとっては結構ニュージーランド、アメリカ共通点があるんだけどね、そんなに顕著ないんだけど、でも共通点があるから結構僕は来る部分もあるんで、大体当たる気がするけど、皆さんいかがでしょうか？はい、もしよかったらちょっと感想とかコメントで書き込んでください。はい、Peace。